どうも、皆さん、こんにちは。チャックマスです。本日はですね、先日ね、ANA マイルが貯まる、年会費無料のクレジットカードね、一般カードまとめということで、動画やらせていただきました。こちらの動画ね、見てない方、ぜひチェックしていただければなと思うんですけども、今回の動画では、年会費無料の ANA マイルが貯まる、ゴールドクレジットカードまとめということで、動画ね、やっていきたいなと思います。ということで、 とうとうね、2023年も12月の31日ということで、大晦日になりましたね。この動画もね、以前撮影したものではなく、12月31日の朝7時にね、撮影させていただいております。ということで、今回の内容もね、2024年引き続き利用することができる内容っていうふうになっておりますので、気になる方はぜひね、最後まで見ていただければなと思います。 はい。ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、えー、三井住友カードゴールドナンバーレスということで、で、こちらのクレジットカードね、今発行してしまうとね、5500円、年会費かかってきてしまうんですけども、年会100万円利用していただければ、永年ね、無料で利用していただくことができます。で、こちらね、今回年会費ね、無料でまとめさせていただいてるんですけども、今から発行するとね、年会費初年度かかってきてしまうんですけども、まあ、先日ね、言った通りですね、一般カードから利用して、 いいただいてインンテーションもらえばで、すすね無料で維持することがでででききるってていいう風になりまますので今回ね入れさせたただきましたでこちらのクレジットカードのまずね、基本スペックなんですけども、まあ、年会費が5500円、初年度からかかって、年間100万円利用していただければ、翌年以降ね、無料で利用することができます。で、貯まるポイントは V ポイントということで、基本還元率は一般カードと一緒0.5%還元っていう風になります。で、ANA マイルの還元率なんですけども、直で交換すると50%っていう風になりまして、 で、この V ポイントっていうのはですね、T ポイントにね、10日で交換することができますんで、ルートを組めば0.35%還元っていう風になります。で、次にですね、ANMI にね、こちら直交換することができて、手数料なしで交換することができます。で、国際ブランドは Visa Master ということで、三井住友カードナンバーレスゴールド、もう一つね、オリーブのね、ゴールドカードありますよね。こちらだとですね、Visa のね、国際ブランドしか発行することができないんですけども、 このゴールドカードのナンバーレスの方はね、マスターカードも選択することができるんですよね。で、できればですね、この三井住友カードナンバーレスのゴールドの方は、これから発行される方はですね、マスターカードに発行しておいた方が、まあ、おすすめっていうところですかね。理由といたしましては、やはりね、この aupay にね、チャージすることがね、できて、またね、ポイントも貯まるし、100枚の決済修行にもね、カウントが入るっていう風になりますんで、もしね、これから発行される方は、マスターカードを選択していた 開くとね、結構便利に利用することができますし、またねこの AU Pay をね。 あの、経由することができるとですね、投資インタクもね、購入することがね、あの、経由すればできるっていうふうになりますんで、ぜひね、こちらは覚えておいていただきたいポイントっていうふうになります。で、三井住友カードナンバーレスゴールドのね、おすすめポイントなんですけども、100万円利用していただくと、1万ポイント、1%還元がね、プラスされるクレジットカードっていうふうになります。ですので、年間100万円ぴったり使っていただくとね、還元率1.5%還元っていうふうになるんですよね。これがね、非常に強い ね、このクレジットカードの特徴っていう風になっておりまして、基本還元率は低いんですけども100万円ぴったり利用していただくとね。1.5%還元っていう風になるんですよね。で、またね。先ほど言った通り100万円年間使っていただくと年会費永年無料になります。し、sbi 証券の繰り返積み立てね。1%還元取れるっていう風になりますんで、ここもね非常に強いポイントっていう風になります。で、またね。え ナンバーレスのね、一般カードと一緒のように、タッチ決済でね、対象点7%還元ね、えー、取れるっていう風になっておりますんで、対象券でスマホタッチ決済利用していただくとですね、えー、ANMI の還元率はね、最大4.9%ということで非常に強いですよね。100円で4、 9マイルが貯ままる計算っていう風になりますで、またね、えー、ゴールドカードになるですね、空港の、えー、クレジットカードラウンジもね、利用することができるようになって、この三井住友カードはね、ハワイのホノルラウンジで、ね、利用することができるっていうふうになります。で、ゴールドカードになるとですね、この選べる保険っていうの,の中にですね、スマート保証っていうのがね、あるんですよね。こちらは一般カードでもね、もちろんあるんですけども、ゴールドカードになるとですね、このスマホ保証がですね、 特にね、何か利用しなきゃいけないっていうね、条件が外れて、持っているだけで、クレジットカードを持ってスマート保証をね、入れといていただくだけで、こちらね、受けることができるっていうふうになりますんで、これね、非常に強いね、特典の一つになるかな、なんていうふうに思います。まあ、こういった感じでね、利用することができて、ANA マイルの還元率はですね、なんと1.05%還元なんですよね。 こちらね、100万円ぴったりになりますので、100万円以上を超えていくとね、どんどん還元率下がってきてしまうんですけれども、100万円ぴったりの間はですね、ANA マイル還元率最大1.05%っていう風になりますんで、年会費無料で維持することができるね、クレジットカードで、 えねマイル還元率はね、1.05%還元っていう風になりますんで、こちらね、非常にいいですよね。メインカード100万円までね、利用していただくのもおすすめですし、この対象点だけでもいいですし、このね、クレカ積立てだけでもね、いいぐらいね、このクレジットカードね、特典多いっていう風になりますんで、三井住友カードゴールドナンバーですね、非常におすすめっていう風になります。 で、次におすすめなのは、え、オリーブフレキシブルペイのゴールドカードですね。まあ、できればね、個人的にはね、200万円ぐらいね、年間切れる方に関しては、2枚持ちしていただくのもね、おすすめって言った味になります。両方ともね、100万円で1万ポイントね、もらえるっていう風になりますし、またね、この、 フレキシブルゴールドの方はですね、年会費初年度年会費無料キャンペーンもやっておりますので、まあこれからね、発行される方は、年会費初年度無料でね、発行することができて、またね、年間100万円使えればですね、翌年以降ね、無料で利用することができるっていう風になります。で、このね、先ほどのナンバーレスのゴールドカードと、基本的に特典はね、ほとんど同じです。ですので、ここら辺までね、全部一緒なんですけども、このオリーブフレキシブルペイのね、 非常に強いポイントっていうのは、まずね、選べる特典で年間2400ポイント獲得することができたり、一月ね、アプリ一回ログインしていただくとプラス1%還元がついたりですね、えー、得点がね、利用することができるんですよね。その代わり、銀行縛りがあるんですよね。このゴールドカードのね、ナンバーレスは特にね、銀行指定がないんですよね。ゆうちょ銀行も SBI 銀行もね、どこでも選べることができるんですけども、このオリーブフレキシブルペイっていうのはですね、三井住友 も銀行のクレジットカードでカードとデビットカードキャッシュカードポイントカードそれが一体になったのがねこのオリーブフレキシブルペイっていう風になりますんで 銀行のね、縛りがあるんですよね。これが最大のデメリットって言ってもね、いいぐらいね、えー、この縛りがあるんですよね。ですので、他の銀行を指定することができません。ですので、三井住友銀行をね、メイン銀行で使ってる方はね、特に問題ないと思うんですけども、まあ私みたいにですね、他の銀行をメインで使ってる方はですね、お金入れとかなきゃいけないっていう風になりますんでね、これがね、 最大のデメリットって言ったがになります。まあ、その代わりね、あの、三井住友銀行のクレジットカードなので、銀行のね、優待とかも利用することができるっていうふうになるんですよね。で、またね、このオリーブの方はですね、ビザカードしかね、国際ブランド選ぶことができないっていうふうになりますんで、マスターカードをね、選ぶことができません。ですので、ね、こちらのクレジットカードはね、aupay にチャージすることができないっていうふうになりますんで、この点はね、 覚えておいていただきたいなと思います。ですけども、このね、オリーブフレキシブルペイもですね、年間100万使っていただければね、1.5%還元でね、利用することができて、AN マイル還元率はね、1.05%還元っていう風になりますんで、非常に強いですよね。 で、このね、選べる特典で年間2400ポイントのね、詳細なんですけども、それがね、こちらになります。選べる特典ということで、ゴールドの方はね、どれか1個ね、選ぶことができます。で、こちらを選ぶとですね、月 200V ポイントがね、獲得することができて、給与年金受け取り特典って書いてあると思うんですけども、これね、年金とか給与とかね、受け取っていただくと、200ポイントがもらえるんですけども、 これね、別に給与でも年金でなくても OK です。他の銀行から3万円ね、2ヶ月以上連続でね、振り込みがあればですね、この 200V ポイントね、獲得することができるっていう風になりますので、私の場合はね、SBI 銀行からえ月3万円、ね、入金してるだけなんですけども、まあ、それだけでね、この月 200V ポイントね、もらえるっていう風になりますんで、これ非常に強いですよね。ですので、選べる特典はですね、給与年金受け取り特典ね、選択していただくとですね、こちらね、月200 ポイント年間2400ポイントね入金するだけでねもらえるっていう風になりますしこのね三井住友銀行に入れた3万円も無料でね出金することができるっていう風になりますんでねこれがね非常におすすめポイントっていう風になりますまあこういった感じでね利用することができるっていう風になりましてちょっとねナンバーレスの方で言い忘れましたけどもこれ100万円の決済資料のね利用先まあこのオリーブもそうですけれどもこちらもねカウントされる先が Amazon とかキャッシュとかでもねいいですし 三井住友カードナンバーレスの方はね、aupay でもね、OK なんですけども、こちらね、どういったものがね、対象になるかっていう話なんですけども、それね、公式サイトがね、こういった感じで出ておりまして、これもね、概要欄に載せておきますんで、気になる方はね、ぜひチェックしていただければなと思います。三井住友カードゴールド及び三井住友カードビジネスオーナーズゴールドの 特典条件である年間100万円以上の理由にはどのようなものが含まれますかということで、記載がある通りですね。まあ、aupay もね、OK ですし、d 払いも OK ですし、id、キャッシ l i n e ペイマ mastercard、ーー決済、paypay、レボリュート t e visa、決済、m i x i m w e b マネーということで、まあ、こういったものがね、対象になりますので、まあ、これね、参考にしていただければなと思います。対象外のね、ものも下にね、記載がありますので、この点だけね、チェックしておいていただきたいなと思います。 まあこういったところですね。このね、オリーブフレキシビルペイゴールドカードに関しては、まあこういった感じでね。 三井住友ゴールドナンバーレスとね、同じ、またね、追加特典もね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、先ほども言いました通りね、こちら2枚持ちっていうのもね、非常におすすめっていた形になります。ANA マイル還元率もですね、1.05%還元っていう風にね、最大で取れるっていう風になりますんで、このね、V ポイントがね、T ポイントに等価交換できるようになって、この三井住友ゴールドナンバーレスと、オリーブのゴールドカードはね、非常に ANA マイルをためる、ね、メインカードにもなるっていう風にな まますんでかなり、ね、おすすすでかななりりねおめっていた感じになりますそれでは次ですね。エポスゴールドカードですね。こちらも先日ね、え紹介させていただきまして、一般カードからね、インビテーションをもらってね、ゴールドカード、年会費無料で利用することができます。で、一応ね、 初年度からね、5500円払ってゴールドカード発行することもできるんですけども、まあ基本的には一般カードをね、決済修行していただいて、ゴールドカードをゲットしていただいて、無料でね、発行していただくのがね、おすすめっていた味になります。で、基本スペックなんですけども、貯まるポイントはエポスポイント、基本還元率は0.5%還元っていうふうになります。で、このゴールドカードになるとですね、ANA マイルのね、交換率が、 一般カードはね50%なんですけども、ゴールドカードになるとね60%に上がりますので、 0.3%還元っていう風になります。またね、ANA マイル、JAL マイルにも直接交換することができます。で、国際ブランドはビザカードのみですね。で、このね、エポスゴールドカードもですね、三井住友カードゴールドナンバーレス等々とね、一緒のように年間100万円使っていただくと、1万ポイントがね、ボーナスポイントでもらえます。ですので、還元率は100万円までは1.5%還元で、 利用することができるっていう風になるんですよね。またね、エポスカードということで、まるでね、年間4回、え、優待が受けれたり、エポトクプラザとかも利用することができます。またね、クレカツミタでもね、最大0.5%還元で利用することができたり、え、ゴールドカードになりますんで、カードラウンチもね、利用することができます。で、このエポスゴールドカードはですね、一番強いのはね、この選べるポイントアップショップがね、あるんですよね。これは何なのかというと、こちらが公式サイトになるわけなんですけども、 ちょっと前にね、あの残念なお知らせということで、スイカとかね、ミキシ i ムが対象外になってしまったんですけども、このね、選べるポイントアップショップっていうのはですね、ゴールドカード、プラチナカード限定のね、優待なんですけども、指定したところだけポイント,ポイントが3倍になるサービスなんですよね。 これは3倍ということで基本還元率が0.5%なのでそれが3倍1.5%還元で利用することができるっていう風になるんですよね。これの非常に強いポイントはこういったね公共料金でポイント3倍がね取れるっていう風になるんですよね。利用する機会がね多いところをね探していただいてチェックしていただければですね結構ねいいところあるのではないのかななんていう風に思いますので こちらね、非常に強いですよね。こういった特典がね、このエポスゴールドカードは利用することができるっていう風になります。ANA マイルの還元率はですね、1.5%で60%で交換できますので、0.9%還元。こちら、100万円までっていう風になりますので、こちらは注意してください。で、一応 JAL マイルもね、交換することができて、0.75%還元で JAL マイルね、100万円まで貯めることができるっていう風に、 なるんですよね。それでは次にですね、JQ エポスゴールドカードですね。 こちらのね、基本スペックなんですけども、まずね、この JK ポスゴールドカードっていうのはですね、一つ、一昔前まではですね、もうゴールドカード、エポスのね、ゴールドカードを発行して、まあ九州まで行ってね、交換したりしなきゃいけなかったんですけども、今はですね、ネットで入会することができて、またね、初年度年会費無料キャンペーンもやっていて、年間50万円使えばですね、永年無料になるね、クレジットカードということで、非常に発行しやすく、 なりました。で、このね、エポスカードっていうのは基本的に1枚しかね、発行することができませんので、このエポスゴールドカードとエポスカード両方とも持つみたいなことは利用することができません。どちらか選んでいただく必要があるんですけれども、この JQ エポスゴールドカードになるとね、何がいいのかっていう話なんですけども、どちらもね、エポスカードなんで基本的な優待はね、全部一緒なんですよね。選べるポイントアップショップもありますし、100万円で使うと、 1>, 1万ポイントもらえたりね。そうすると1.5%還元になるとかね。これこも全部ね、一緒なんですけども、この JQ エポスゴールドカードはですね、貯まるポイントが JR キューポポイントなんですよね。この JR キューポポイントっていうのは70%で ANA マイルに交換することができるっていうふうになりますんで、基本還元率は0.5%で一緒なんですけども、ANA マイルの交換率がね、高いっていうふうになるんですよね。 エポスゴールドカードだと AN 関係、ANMI の考え率は0.9%だったんですけども、 JQ エポスゴールドカードになると1.05%還元ということで、ANA マイル還元率はですね1、1%を超えて利用することができるっていう風になるんですよね。しかもね、年会費ね、無料で維持することができて1、1%超える、ま、100万円までにはなりますけどもね、利用することができるっていう風になりますんで、こちらね、非常に強いですよね。一応 JR キューポポイントはですね、直でね AN、ANA マイル、JAL マイル交換することも一応できるんですけれども50、50%の 交換率っていう風になりますんで、ルート組んでいただいてね。交換していただくと70%に交換することができるっていう風になりますんで、こちらはね。お勧めっていただきになります。ポイント交換ルートはね。最後の方にね見ていきたいなと思います。まあ、こういった感じでですね。ゴールドカードをね。本日4枚紹介させていただいたわけなんですけどもまあ、こちらはね。年会費無料で維持することができるね。ゴールドカードっていう風になりますんで、まあ、年会費はね。払いたくないけども、ana マイルね。貯めていきたいよっていう。方は ですね、非常におすすめの4枚のクレジットカードっていうふうになります。 一番おすすめはね、どれか一枚って言われると、どれですかね。まあ、オリーブが一番得点としてはね、高いかなっていう風になるわけなんですけども、ちょっとね、この三井住友銀行の縛りがあったりしますので、まあ、ここをね、めんどくさいと思うか思わないかにね、まあ、変わってくるかと思うんですけども、まあ、こちらね、年間ね、2400ポイントもですね、もうこちらね、ノーリスクで取れるっていう風になりますんでね、ここら辺やっぱり強いですよね。 で、一枚ね、前回も紹介したカードをね、もう一回紹介させていただきたいんですけども、やはりね、こちらのクレジットカード、T カードプライムね、本当に強いんですよね。 はい。こちらは前回のね、動画でも紹介させていただきましたけども、T カードプライムクレジットカードということで、年会費がね、初年度無料で、前年の利用があれば無料で利用することができる一般カードなんですよね,なすね日日。なんですけども、還元率がね、日曜日の還元率、基本は1%なんですけども、日曜の還元率が1.5%還元っていうね、めちゃめちゃ強いクレジットカードなんですよね。で、またね、このカードは、 日曜日に使うと1.5%なんですけども、ANAPay に日曜日にチャージしておいていただければ、まあ、いつでも1.5%還元で利用することができるっていうクレジットカードになるんですよね。まあ一応 ANAPay にチャージしておりますんで、出口はね、ID、ビザタッチ決済、またカード番号の支払いね、なるわけなんですけども、まあそれで利用することができるところであればですね、物理カードを必要としない 決済であれば全部ね。1.5%還元っていう風になるんですよね。まあそれ以外も1%取れるっていう風になりますんで、非常に強いですよね。ですので、両方ともね。合わせていただくとこちらね。たまるポイントは t ポイントなんで ana マイルにね。交換することができるっていう風になりますんで、ルートを組めば ana マイルの還元率は1.5。5%ということでめちゃくちゃ強いですよね。で、またね。 a n m i l e にね、この T ポイントっていうのは50%でも交換することができますので、ALMILE 直交換でも還元率ね、1.25%還元っていう風になるんですよね。1.25%っていうのはね、年会費49,500円のマリオットアメックスプレミアムカードとね、同じ還元率で年会費無料にもかかわらずね、利用することができるっていう風になりますんで、 やはりね、この t カードプライムね、めちゃくちゃ強いですよね。今回ね、ゴールドカード年会費無料でね、調べて、えー、還元率いろいろ出してきたわけなんですけども、こちらのクレジットカードね、ちょっとね、還元率が高すぎてね、今回ね、一般カードなんですけども、またね、入れさせていただいたっていった形になるんですよね。特にね、このクレジットカードね、年会費も無料なんでね、もうおすすめポイントしかないっていうぐらいね、 いいですよね。ではね、今回紹介させていただいたね、クレジットカードのポイント交換ルートね、見ていきたいなと思うんですけども、え三井住友ナンバーレスゴールドとオリーブフレキシブルペイゴールドですね。こちらは V ポイントが貯まるっていう風になりますんで、ルートを組んでいただくと70%で ANA 周りに交換することができます。で、直でね、V ポイント、ANA 周りに交換することもできるんですけども、これ直で交換すると50%になりますんで、この点はね、注意してください。で、 t カードプライムはね、まあ前回言った通り、こちらも t ポイントがね、たまるっていう風になりますんで、ルートを組めば70%、ルートを組まないと50%っていう風になります。で、今回紹介したね、JQ エポスゴールドカードなんですけども、こちらのクレジットカードもルートを組んだら70%で交換することができて、ルートを組まないと50%、直で交換するとね、50%っていう風になります。まあどのカードもですね、直で交換することができるんですけども、まあルートを組んだ方がです、ね ねまあ50、50%から70%なんでね、結構変わりますので、ぜひね、ルートを組んで利用していただければなぁと思います。T カードプライムのね、この ANAPay のチャージはね、前回もやりましたけども、T カードからね、日曜日に ANAPay にチャージしていただいて、a n p a y 利用していただければ、最大1.55%還元が取れます。ANAPay からね、トヨタウォレット経由していただければ、トヨタウォレットのね1、1%還元も取れるっていう風になりますんで、まあ、ここはお好みにはなるわけなんですけども、まあ、こういった感じでね、利用していただければ いただければなと思いますこのルートはですね anap からねモバイルスイカ直後でチャージすることもできますし anp でね id クレジットカード番号決済でビザタッチ決済ねどれも使うことができるんですけどもそれで支払えるものであれば1.55%還元という風になりますんでね非常に強いですよねまあこういった感じでね利用していただければなと 思います。それでは最後にですね、お得なカードの発行方法ですね。まず三井住友カードナンバーレスゴールドなんですけども、こちらね、もうポイントサイドがね、800円とかしかね、ありませんので、三井住友カードはね、紹介制度がありますんで、こちらを利用した方がお得にね、発行できるかなっていうところですね。こちら、えー、紹介された方はですね、三井住友カードゴールドナンバーですね、2000ポイント取れるっていうふうになりますんで、 こちらもね、概要欄に載せておきますので、ぜひね、チェックしてください。で、オリーブのフレキシプルペイゴールドカードに関しては、初年度年会費無料キャンペーンね。こちらね、終了期限未定でやっておりまして、このね、オリーブのクレジットカードっていうのは、プラチナとかゴールドとかありますけども、これね、審査落ちてもね、年会費かかるんですよね。 ですので、ゴールドで審査落ちると、5,500円ね、本来かかるんですけども、この年会費無料で無料。まあ、プラチナもね、あの、まあ、私はね、初年度年会費無料なんで、プラチナをお勧めしてるんですけども、まあ、プラチナもね、あの、発行して審査落ちるとね、年会費かかるんですけども、まあ、初年度年会費無料なんでね、まあ、ぜひね、プラチナカードの方はね、この SBI 証券のクレカつみたてね5、5%還元取れたりしますので、まあ、1年間はね、プラチナでもいいかもしんないですね。まあ、一応ね、今回ゴールド証 紹介させていただいきますので、まあ、ゴールドもね年会費無料っていう風になりますでオリーブの方もね、紹介制度がございますので、ちょっと前までね、ポイントサイトありましたけど、今はね、もうね、なくなってしまいましたので、こちらね、あの、紹介コード入れてエントリーしていただいて、1万円で入金しておいていただくと、えー、さらにね、1000ポイントもらえるっていう風になりますので、こちらもね、概要欄に載せておきますので、ぜひね、活用していただければなと思います。オリーブのね、ゴールドプラチナの年会費無料、 のね、ホームページもね、概要欄に載せておきます。こちら、ゴールドでもプラチナでもね、初年度はね、年会費無料で利用することができるっていう風になりますんで、まあ、こちらもね、ぜひチェックしてください。まあ、プラチナカードもね、えー、年会費無料なんでね、めちゃくちゃいいですよね。このね、JQ カードゴールド、えー、今回紹介させていただいて、こちらからね、申し込んでいただくと、えー、年会費ね、無料で利用することができるんですけども、ポイントサイトね、この JQ カードってもう全然聞いたことがないんでね、まあ、申し込みたい方はですね、こちらからね、申 しし込みしていいただければなと思いますで、最後に t カードプライムですね。こちらね、ポイントサイトハピタスなんですけども、カード発行でね、今8000円もらえるっていう風になりますんで、こちらね、めちゃくちゃおすすめです。ポイント獲得条件も、新規発行でカード受け取りしていただければですね、経由していただけで、 8000分のポイントもらえるっていう風になりますし、公式サイトでね、6000円キャンペーンもねえ、もらえるっていう風になりますんで、こちらね、ぜひ利用してください。こちらね、ポイントサイトハピタスのポイントもね、マリオットポイントであったり、T ポイントとかね、交換することができて、マイルに交換することができますんでね、ぜひこちらは、経由してね、発行していただくのがね、おすすめって言ったがちになります。ということで、今回ですね、年会費無料でね、維持することができるゴールドクレジットカードで、ANA マイルを貯めれるね、クレジットカードおすすめね、紹介 紹介させていただきました。2024年もね、こちら使える内容っていう風になっておりませんで、ぜひね参考にしていただければなぁと思います。ちょっとね話変わるんですけども、TikTok ライトのねキャンペーンがずっとやってましたよね。 ログインするだけ、ま、あチェックインっていうね、あの、毎日ログインしてポチポチ押すだけでね、4000円もらえてたキャンペーンがね、今やって、ずっとやってたんですけども、これがね、今変更になって、ログインするだけで800円分のポイントがもらえるね、キャンペーンが今開催されておりますので、これね、めちゃくちゃおすすめです。 その代わり、今まで利用したことある方は、TikTok Lite のアプリをね、あの、ダウンロードされたことある方とかね、あの、対象外になってしまうんですけども、まだね、ログインしたことない方は、もう、ログインしただけでね、800円もらえるっていう風になりますんで、そちらもね、概要欄に載せておきますんで、ぜひこちらね、チェックしていただければなと思います。このキャンペーンね、ただログインするだけっていう風になりますんでね、非常におすすめです。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイー t イ r i n s ンスタグラム、LINE 講師アカウントやっておりますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。 前回からですね、こういったシリーズやっておりまして、前回はね、年会費無料で、今回は年会費無料のゴールドカード。今後ね、ANA のクレジットカードであったり、JAL カードだったりですね、いろいろね、やっていきたいな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、参考にしていただければな、と思います。2023年もね、本日最後ということで、今年1年間もですね、本当にね、たくさん動画見ていただいて、本当にありがとうございます。今後ともね、ぜひよろしくお願いいたします。皆さんね、いいね、あの、お年をね、迎えていただければな、なんていうふうに思います。 ので今年はねこんな感じで失礼させていただきたいなと思いますということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思いますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ